ミッドフィールダー。ミッドフィールダーとは、サッカーにおけるポジションの一種。略記は MF。フィールドの中央、フォワード、FW とディフェンダー、DF の間に位置し、両者をつなぎつつ、攻撃と守備の両方に関わるポジション。求められる能力や役割は、詳細なポジションやシステムによって大きく変化する。以前に、ハーフバックと呼ばれていた名残で、ハーフと呼ばれたり、 DF から FW へのボールのつなぎ役として、リンクマンも呼ばれていた。また、サッカーのポジションは国ごとに、故障やその語源も異なるが、MF は特に細かいポジションの分け方なども異なる。国によっては、位置によって分類したり、役割に注目して分類し名称をつけたりしている。各ポジションの概念が誕生した1860から1870年代には、ミッドフィールダーは、 ハーフバックと呼ばれていた。1870年代後半にツーバックシステムが生まれ、3人のハーフバックが配置されると左右の、ハーフバックはウィングハーフ、あるいは右がライトハーフ、左がレフトハーフと呼ばれ、中央のハーフバックはセンターハーフ、あるいは動き回って攻守に絡むことから、ロービングセンターハーフと呼ばれた。ハーフバックと呼ばれる時代は長く続くが、 1950年代に入り4から2から4のフォーメーションが誕生すると、中央の2の選手が講師を兼ねる役割を担うようになる。そして、1960から1970年代になると、フォワードの人数が減り、ミッドフィールダーが増えて、ミッドフィールダーを重要視するようになり、この頃からミッドフィールダーと呼ばれるようになった。 さらにミッドフィールダーの人数が4人になると、ミッドフィールダーの中でも、攻守やサイドで細分化され、攻撃的ミッドフィールダーや、守備的ミッドフィールダーといった概念も誕生した。また、1980年代後半には、スリーバックのフォーメーションが生まれ、サイドバックとウィングを兼ねるウィングバンのポジションも登場する。1990年代頃からは、 守備的ミッドフィールダーの役割の多様化に伴い、国によっては役割による名称なども付けられるようになった。攻撃的ミッドフィールダーとは特に MF が2列で構成される場合に FW の後方、MF の最前方に位置するポジションである。日本では司令塔のようなものと思われがちだが、チーム全体を指揮してゲームを組み立てるというよりも味方へのアシストや 自ら突破を仕掛けゴールを狙うような得点に直結するプレーを主に担う。ドリブル、パスなどテクニックに優れた選手が任されることが多い。しかし、中央に位置するこのポジションは非常に激しいプレッシャーを受け、相手の守備的ミッドフィールダーの選手へのチックなど守備も行わなければならないので、フィジカルの強さや運動量なども同時に求められる。中でも、 守備などのハードワークをほとんど行わない選手は過去にそのような選手が多かったことらクラシカルな古典的なと形容される世界的に有名なトップ下の選手はテクニックとパワーを兼ね備えていることが多いセントラルミッドフィールダー A セントラルミッドフィールダーとは4から4から2や3から4から3などの中盤を一列で構成した時に中央に配置されるポジションである ダイヤモンド型やボックス型のように攻撃的と守備的とに前後を分けた配置はなく横並びに配置する際に守備的 MF と似た位置でありながら攻撃の際には攻撃的な位置まで広範囲を担当するポションとなる。日本では法実公明のセンターハーフをトーポジションとして呼ぶことも多い。1 9九十年代前半のイタリアや4の4の2が一般的であるイングランドで 特によく見られている。攻撃的 MF と守備的 MF を兼ねるようなポジションで、攻守両面にわたる総合的な能力と広い、中盤全域をカバーする豊富な運動量を求められる。イタリアやスペインなどでは、守備的ミッドフィールダーとまとめて一つのポジションとされる。また、フォーメーションによっては、攻撃的 MF2 列目と守備的 MF3 列目の間ということで、 稀に2.5列目と呼ばれることもある。イングランドでは単にミッドフィールダーというと、当ポジションを指す場合がある。センターハーフ、A、センターハーフとは19世紀後半のツーバックシステムに始まる古い故障であり、MF がハーフバックと呼ばれた頃に中央のハーフバックを示すものであった。ツーバックシステムでは攻守に関わるようなポジションであり、攻撃では FW の5人へのボールの配球、守備では敵のセンターフォワードの両脇から前線に進出するインナーフォワードのマーク名を主な役割としていた。前後位置による中央ではなく左右位置における中央担当からの故障であるためアンカーのように中盤における最高列で完全な守備的なポジションの場合もあればセントラルミッドフィールダーと同義で 前線に攻撃参加するポジションを指す場合もある。イギリスにおいては1930年代に2から3から5のフォーメーションからセンターハーフが下がって3から2から5のフォーメーションに変化したことから中央のフルバック、ディフェンダーをそのままセンターハーフと呼び習わしたのでイギリスでセンターハーフというとセンターバックのことを示す。かつてのウィングハーフ、A、ウィングハーフとは 中盤の選手が3人あるいは、センターハーフが3人で構成される時に左右に配置されるポジションである。古い故障で MF がハーフバックと呼ばれた頃に、左右のハーフバックを示すものであった。ウィングという名前がつくが、サイドプレイヤーというわけではなく、サイド寄りのセントラルミッドフィールダーといった趣向きが強かった。スペインでは、サイドハーフとまとめて同じポジションにされている。 インサイドハーフと故障される場合も多い。80年代以降、フォワードが2トップのフォーメーションが主流になり、ウィングがなくなると、ウィングの役割を担うサイドのミッドフィルダーが、イングハーフと呼ばれ、ウィングの名にふさわしい役割となったため、こちらの場合を正式な呼称とする場合が多い。守備的ミッドフィルダーとは特に MF が2列で、構成される場合に、DF の前、 中盤の底に配置されるポジションである。前から数えると3列目となる。守備的という言葉が使用されているが、位置が後方に配置されているだけで、守備を専門に行う選手とは限らず、攻撃の組み立てを行ったりと攻撃で重要な役割を担うこともある。守備的という言葉がふさわしくないとして、まとめてセンターハーフと呼ばれることも多く、個別の名称を持たない国も少なくない。 このポジションは役割などによってさらに細分化される。近代サッカーでは、守備ではピンチを未然に防ぎ、攻撃では開始位置になるとして、近代サッカーで最も重要なポジションとも言われている。このポジションは戦術や配置される人数によって大きく、役割が異なるが、基本的には、ディフェンスラインの前でボールを持った相手やスペースのケアなどの守備やプレッシャーの弱い。 低い位置で単のパスをさばいて攻撃を組み立てることが主な役割となる。また SB がオーバーラップした際のカバーリングやセットプレーで空中戦に強い CB が前線に上がった時に相手のカウンターへの対策とて守備要員を務めたりもする。相手ゴールからやや離れた位置取りを基本とするため欧州においてはロングシュートやミドルシュートを狙う選手も多い。 一人のみが配置される場合は前線に上がってしまうと、守備に穴ができるため、守備専任人の選手、あるいは攻撃においてもオーバーラップではなく、ロングパスで貢献する選手である場合が多い。二人配置される場合は、守備が堅実な選手と、攻撃に貢献できる選手を一人ずつ配置することが多いが、攻守どちらかに偏った戦術を取る場合に、同タイプの選手を二人置いたりもする。 守備においては、技術よりも、豊富な運動量や、視野の広さが重視される。攻撃を組み立てを担う場合においては、二手三手先までを見越した組み立てができる戦術眼と、前線まで距離があるためロングパスを正確に蹴れる技術、また低い位置でボールを奪われると、即ピンチに直結するため正確なボールコントロールが要求される。また、2008年頃のドイツサッカー協会、 およびオーストリアサッカー協会の監督ライセンス取得コースでは、このポジションでは後述のゼクサーとアフハターのコンビ、つまり守備型の選手と攻撃型の選手の組み合わせが最も理想的と指摘されている。日本では中盤の底、あるいは守備的ミッドフィールダーと呼ばれるが、守備的という言葉が敬遠され、J リーグの創世期に外国人選手により持ち込まれた、 ブラジルのサッカー用語を用いてボランチ、ランジと呼ぶことが多い。ちなみに、日本では人数によって、ワンボランチ、ダブルボランチなどと呼び分けるが、これは英語とポルトガル語が混ざった表現であると言える。ポルトガル語では、それぞれ UM ボランチ、ドアボラントと呼び分ける。守備的 MF の中でも特に攻撃的で、攻守両面で活躍する選手。万能型とも言える。 また守備的 MF をセンターハーフと呼ぶケースにおいてこのタイプの選手がそう呼ばれる場合が最も多い。守備的 MF の中でも特に守備を専門的に行う選手。バイタルエリアと呼ばれるディフェンスラインの前のスペースを埋めたり相手選手からボールをダッシュすることを主な役割とする。献身的なプレーを求められあまり目立たないポジションではあるが中盤の守備において 非常に重要な役割を担う。センターバックと互換性の高いポジションで守備に長けた選手はセンターバックもこなせることが多く、逆にセンターバックの選手が守備的ミッドフィールダーを任されることもある。アンカーも同義語に近い意味で故障される場合がある。守備的 MF の中でも特に司令塔的な役割を担う選手。比較的プレッシャーの弱い中盤の底から、 広い視野と長短のパスを駆使して攻撃の指揮を取る。攻撃の開始となり、ラストパスではなく、それよりも一つ二つ手前のパスを担当する場合が多いため、二手三手先まで先読みし、ゲームを組み立てる。戦術眼と長短のパスを自在にかつ正確に蹴り分ける技術が要求されるが、守備の役割は軽減されることも多く、プレッシャーも弱いポジションであることからフィジカルは、 さほど重要視されず、テクニックには優れるがフィジカルに劣るような選手も多い。役割や存在の故障として、レジスタと呼ばれることも多い。シャビ、フアンセバスティアン・ベロン、ズボニ・ミール、ボバン、ジュゼッペ・ジャンニーに、デメトリオ・アルベルティに、アンドレア・ピルロなどが代表的な選手。また、日本では特に、喫水の司令塔型ボランチは、ほとんどおらず、 攻撃的 MF からポジションを下げて、この役割を務める選手が多い。理由の一つ目は、攻撃的 MF において自ら得点を狙う選手が多い欧米に対し、パスを出す役割の選手が多い。日本人の場合、プロになって、プレッシャーの厳しいトップ下で苦戦するよりも自由にパス、繰り出せるポジションであるボランチに移ることで、パス能力を発揮しようとすること。二つ目の理由は、攻撃で、 自分の活躍を重視する若手時代から年齢を重ねるとフォアザチーム精神が成長し守備や国士役をきちんとこなせるようになり守備の比率が増すボランチへ移動するケースが多いこと三つ目は高校などでは優秀な選手は花形の攻撃的なポジションを担当するためプロ入りする優秀選手は攻撃的ポジション出身が比較的多いがフォーメーション上は攻撃的 MF1、守備的、MF2 くらいの割合であるため、トップ下のポジション争いをするよりも、ボランチに行き場所を求めるため、などが考えられる。七海博中田秀俊、小笠原光雄、小野真嗣、遠藤保仁市、中村健吾といった、優れた能力を持つパサーたちもまさにそうであり、またパサーではないが、伊藤テルエツ、稲本淳一。 ハセベ・マコトラも三つ目の理由でボランチにコンバートしている。サイドミッドフィールダー A、サイドミッドフィールダーとは中盤のサイドに位置するポジションである。右と左で二人置かれる。フォーバックのフォーメーションでサイドバックが後ろにいる場合と、スリーバックのフォーメーションでサイドバックの役割を兼ねる場合とで求められる。役割が異なり、後者の場合はウィングバックと呼ばれることが多い。 このコーデは前者の場合について説明する。4から3から3の3トップから FW のウィングが下がって4から4から2になったことでできたポジションであり、ウィングの持っていたサイドアタックの役割を引き継いでいるため、前述したウィングハーフと呼ばれる場合もある。両サイドからの攻撃の組み立てやドリブル突破、センタリングといった攻撃面の能力が重視され、 アーリークロスや中へ切れ込んでのミドルシュートなどを得意とする選手もいる。そのため一般的にスピードがあり、ドリブルの上手い選手やセンタリングなどのロングキックが上手い選手が好まる。突破力に優れるウィングのような選手やセンタリングなどパスで攻撃の組み立てに長ける選手などがいる。3トップでウィングを担当している選手が遺跡や戦術変更などでウィングのない。 このフォメーションのチームに参加する際は、このサイドミッドフィルダーにつくことが多い。近年では、パサータイプのトップ下選手が、そのパス能力を活かすために、プレッシャーの少ないサイドに一取りためにこのポジションにつく、ことも多い。一方のサイドを二人で担当することになり、守備重視のサイドバック選手が、後方にいるため、ある程度攻撃を重視した役割を担当できる。ウィングバック。 A. ウィンバックとは通常3から5から2や3から6から1のフォーメーションの場合に両サイドに置かれたミッドフィールダーの故障である。一般的にはミッドフィールダーに分類されることが多いがイングランドにおいてはフォーバックがほとんどであり、3バックは一般的ではないためにウィングバックを含めて5バックとみなしてウィングバックをディフェンダーと考えることもある。役割としては 名前が示す通りウィングとバック、サイドバックを兼ねるもので、守備時にはサイドバックのように相手サイドアタッカーの区や、自陣のサイド後方のスペースのカバーなど守備を行い、攻撃時にはウィングやサイドミッドヒールダーのようにサイドで、攻撃の組み立てからドリブル突破、センタリングまであらゆる能力を求められる。一方のサイドにおいて、一人で攻守両方の役割をこなさなければならないため、 90分間、絶え間なくサイドを上下する体力が求められる非常にタフな辞書の一つである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。